長富正春は、日本の物理学者。学位は、理学博士。国立研究開発法人理科学研究所、研究顧問、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構名誉教授。ローレンス・バークレー国立研究所主任研究員、東京大学理学部助教授、コロンビア大学教授、コロンビア大学物理学科学課長、 東京大学原子核研究所教授、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構教授、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構大強度陽子加速器、計画推進部部長、J ・パークセンターセンター長などを歴任した。大強度陽子加速器施設にて、フェルミ国立加速器研究所所長ピエル・マリア・オッドーネ。 兵庫県神戸市三陰に生まれた。その後、学齢期は大阪市で育った。1970年代に、ローレンス・バークレイ国立研究所のベベラックで、高エネルギー重要物理学草分け機の研究に従事。その後、ブルックヘブン国立研究所の AGS やリックで、実験を進め、フェニックス実験の初代スポークスマン、クオークグルオンプラズマ現象の解明を進めた。 この間、日米協力事業を推進。1996年末に、日本に戻り、j パークの建設に先進。日本物理学会会長、日本学術会議会員、動物理学院長、第三部幹事、アジア太平洋物理学会会長、等を務める。ありがとうございます。